お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、マジで今回は本当にやばい出来をね、見つけたんで、まあそちらを、ね、紹介していきたいと思います。はい。てなわけで、出来がですね、こちらになります。はい、焼き鳥の出来でございます。焼き鳥が、はい、使っていた、なんか動画で紹介していた出来を、はい、見つけました。はい。ってことで、そうですね、焼き鳥選手のでございます。で、焼き鳥がなんかここの、5がロケットだったんですけど、まあそこは僕がね5に変えまして、こちらクロスなんですけど、なんかロイホグ入ってて、なんか見ない、本当にはみたいな、何これみたいな、さすがにこれはやばいと思ったんですよね。僕もさすがにこれはもう、ね、ネタでしかないですけど、なんかその焼き鳥がいやマジでなんか強いよみたいなことを言ってたんで、はい、使ってみようかなと思いますね。はい。ということで、まあ、遅延クロスの、その、まあ、クロスで攻めれないところをロイホグで攻める感じかな？か、もう、クロスでずっと引きこもって、ロイホグで攻めるのかわかんないんですけど、まあ、とりあえず、強い言うてたんで、あの子が。はい、こちらを使っていきたいと思いますね。よいしょ。さあ、これどうすればいいんだろうな。防衛はでも、正面アイスイズプラスのライドラが強すぎて、何でも防衛できると思うんですよね。だから、ただミスらないことかな。よいしょ。これなぁ。これ、いやぁ、やだなぁ。いや、これでワンチャン吸えない。アイスイズやめろ。あぁ！お前、何やってくれとんねん。ちょい待って。それは、迷惑。まだアイスイズの遅延によって言うのが殴れなかった。まあまあそういうこともあるんですよね。はい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 。そんな感じか。痛い。でもここはもう、やばい。いやー待って、ミスった。ちょ待って、やばい。出だしが悪すぎる。出だし悪すぎ。困る。とりあえずこれロリポで受けて。これクロス出すのもったいないんで、アイスイズ取るねで。あー、うまいな。今、ロリボを使ったから相手は、それ見てましたね。よいしょ。いや、これライドラ出して、オッケー。はいはいはい。相手はペッカかな。相手ペッカ。よしよしよし。勝ちたいですね。まあ、こっからいける。あー、相手キング起動。俺と同じ。ドンマイ。これマジでね、意外とミスるんですよね。意外とミスっちゃう。オッケー、これで俺の言うのがカウンターになる。ロイフ飛ばすタイミングが、いつ飛ばせばいいんだろう。いらんくね？賞味いらんくね？言っていいの？賞味いらんくね？まあ、いっか。攻めよう。で、これなんか、吹き矢もこの辺来んかな。いやー、来ないな。いやー、まあ、言うて。やばい、これ、まあ、これもう5打っちゃいましょう。はいはいはい。もう楽にね、やっちゃいましょう、楽に。やばい。言いたい。感電良くない。けど、ロイホグによって、ダメアドちょいと回収できた。待って、これクロスボいらん。待って、マジでいらん。本当に、置物やん、ただの。マジで置物やん。マジで置物やん。あはルイババ使った。まあ、いい感じやね。でも、これは、あ、で、ここで多分絶対あれが来るから、ライトニング。この瞬間、はい、攻めてあげて、ガゴ、カモン。ガゴ、あは、ファイブいっか。あー、ファイブして！けど、ここは防衛で一回、使えますかね。やばい、陸がいない。これやばい。ライトニングが、どん来る。けど、まあ、ユウの処理できたんでね。はい、勝ったー！よし、これでも、一つ分かったらクロスボいらないや。これ、ちょい。マジだってこれ、ロイホグが強いから、勝っただけだ。グッドゲーム。よし。よし。なんじゃこりゃ、マジで。マジで。だってクロスボ一回も攻めに使ってないもん。ね。やばいわ、これ。マジで。なんか、クロスじゃなくて、それ大砲とか迫撃でも
いいんじゃないみたいな。防衛だけで使うならマジで迫撃だけで十分っすよね。けどワンチャンクロスボウが刺さるのかな。よいしょ。まあここ一回受けてからかな。よいしょ。ロリババ出して、あー、これでまあ緊急しますか。はい。あー、待って、やばい、待って、今日やばい、ひどい、これやっちゃってるわ。まあまあまあしゃあないっす。そういう日もある、そういう日もある。でこれライドラープラスザップが強い、い防衛ですね。相手のこと日本人ですね。でこれあの、はい、ごめんなさい、ライドラ強いです、ごめんなさい。うん、それはやばい、うまい、オッケーオッケー。まあまあまあ言うのがね、その気づいたらバイバイしちゃったんですけど、まあダメージをいい感じに削らせて、僕は1個だけをもらって帰るやつですね。問題がクロスボウだな、これ。さっきからマジでいらないな。そうなんですね。まあ置いとけばいいか。で工場場があるから1個上にしたいんですけど、腹筋屋とかだとなかなか厄介なことになっちゃうんですよね。腹筋じゃないな、あれだ、あーそうだ、そうですね、吹き矢ないやつですね。よいしょ。高回転のやつですね、こちらは相手。よいしょ。で、これ逆サイに多分工場がペイと。あ、出てこない。あ、出てくるんかい。でもこれはあの、ライドラで吸ってあげましょう。で、ライドラでしっかり止めて、言うのも止まって。そう。はいはいはい、いい働きですね。で、ここカウンターですね。よいしょ。で、 できたらワンチャン5も使っていい。これだって、あの、ライドラの感電があるんで、これでライドラを処理したいんで、よいしょ。あー。オッケーオッケー。まあまあまあ、いいよ、いいよ。で、逆サイ来てもライドラで。はい、これで奥のライドラも処理できて、よいしょー、マジでぶっ壊れぐらい強い。で、これ、有能を一応構えてきますね、あの、あれ用に。急に、ライトニングとか打ってきた時の。急いで対策できるようにですね。よいしょ。で、あのライドラが結構厄介ですね。これマジで5打ってバイバイしたいな。OK! いい処理。で、このアイスイーズはまあライトニング打ってくださいと。これロリババで処理。あー、やばい。待って、やばい。これトルネ使いたくないなー。これクロスボウワンチャン攻めで使いたいけど、そう、絶対来ると思った。でもこれライドラ戻ってくるんよね。いいコスイン？で、これさ、もう攻めちゃう。で、ファイブこれ打って、とりあえずライドラさえバイバイしとけば、これ感電で、はいはいはい。よいしょ！もう一発！アンコール。いや、マジで、ちょっと、なんかライドラゲーすぎてごめんなさい。あ、でもここでライトニング来たらちょいとやばいかも。まあまあ言うて、あ、ポイズンだったのね。なるほどね。これは勝ち申した。いやー、グッドゲーム。でも一つ気づきましたね、これね。みんな多分視聴者さんも分かってるかもしれないですけど、クロスボウいる？これいる？マジでだって防衛専用みたいななっちゃってるから、改造の余地がありますよね。本当に本当にクロスボウっていう。一回攻めで使いたいんですけど、ロイホグがいるからなんか攻めなくていいやみたいなとこあるっすね。しかもこの瞬間に攻めてあげたら相手結構苦しい。あー、アイゴレか、珍しいな。いやー、こやな、結構壊したかったんですけど。コウモリ。いや、多いな、多い。まあまあ、ババコヤも最近すごい強いんですよね。まあまあ、ここは許容したい。痛い。止まって、あー、クロスバーあるやん。ちょっと今更だけど。あれで三重視ですかね、これは。スペルが多分5かライトニングが多分あるんで、ここにワンチャン打たれますね。
やーこれワンチャンこういうので撃たれるのが一番やだ。この感電でターゲット書いて、このライドライン目ですね。待って、今自分でやったけどさ、言いながら、うまくね今のはちょっとうまいみたいな。さては。ここで防衛クロスで、あれですね、ババコが壊したいところでは。ありますね。こういうことだ。多分、ババコが、対ババコが専用クロスボウ。はい。これ、ファイボ。よいしょ。対専、ババコが専用クロスボウなんですけど、なんか置く必要もないかなみたいなあれ、まあ一応置いときますかね。楽ですし、はい、まあ楽が大事ですね。クラロハに置いて楽しないと疲れちゃうんでね。今相手ファイボー打った。これ攻めるコウモリ来たらトルネで処理。あー、まあこれはいっか。めっちゃ刺さるやん。待って、これクロスボウ全く強いとは思わんけど、あれが強い。周りが強い。まあ、あー待って、挨拶逆やった。これやばい。これやばい。こういうなんか変なミスをなくしたいですね。まあ、一回これクロスボウで、今度一個上。いや、一個下でいいや。30石あるから。トリネファイブで処理したかったけど、構えてなかったから、やっちゃいましたね。これやばい。これこそ、あ、待って、ミスった、最悪。待って、トリネファイブ、どこが？俺の中のトルネード。やばい。マジやばい。これマジやばい。マジやばい。冗談抜きでやばい。いやー待って、最悪。このミスで負けるのはマジでやった。いやー、トルネファイボー。トルネファイボー。トルネファイボー、俺の。トルネ出したと思ったら、ロイホグ出ちゃって。いやーもったいない。これもったいない。これ勝てたっすね、マジで。左の古城ババー。あれ。なんか、ホバリング30して2体をトルネファイブで処理しようとしたら、ロイホグ出てった。やったわ、マジでやったわ。これはもったいないですね。もったいない。でも、ペッカとかには余裕だし、今のにも、マジで勝てたから、いや、マジで、ね、意外とアニなのかなみたいな。まあ、ロイホグが多分強いですね。本当に。なんか今、ライドラ持ってる方は、アイスイズライドラ使って、解けば防衛なんかできて、で、まあ、ロイホグが意外と刺さったかな。はい。だから勝てた感はありますね。まあ、クロスバーもいらないや。ね。いらない。焼き鳥がクロス好きだからただ使ってるだけだなと、まあ、思いましたね。はい。てなわけで、本日はね、こんな感じで終わりにしたいと思いますね。そう、今日1本目の動画もヒール3紙あげてるんでね。マジで、ぜひ。よければね。マジでぜひよければ、めっちゃなんか多いんですけど。よければ見てください。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、というわけでね、終わりにしたいと思います。バイバイ。